あと感情面でもいろいろな波を作れるメンバーができるだけ欲しいとか、そのいわゆる今の時代に求められることを作家さんの求める音楽に寄せつつ期待をちょいと上を行くというか、はい、なんか予想通りだじゃなくて、予想してたよりもなんか俺の音楽いいじゃんと思っていただけるような弦を志してはいます。はい、もともと僕の、まあ、最初に、お師匠様というかこのストリングスの業界に入るきっかけがあってですね、それでその人のストリングスでやってたんですけど、まあ、ある時、まあ、ちょっといろいろありまして一人になった時になぜか、まあ、それまでそのストリングスの、チームにいた時に何か目をつけてくれてた人が何人かいて、それで君が頭でやってみないかっていうところで、まあ、二十歳過ぎぐらいからあれあれあれだと、はい、今に至る、何気にもう長いですね、20年以上ぐらいやらせていただきます。やっぱそういうのを聞いて、やっぱりその当たり前ですけれども、こういう日本の特にアニメーションがやっぱり一番だと思うんですけれど、いろんなところに届いているなって思っていて、で僕はこの日本のスタジオで撮れる音っていうのはすごく個性的だし、ある意味貴重だとも思っていると。でも今までこういうライブラリーってあんまりなくってっていうところで、これがあったら面白いんじゃないかと思っていると。I came up with the idea for this project back in 2019, and at that point it was basically a moonshot. I was thinking, who are the best people that I could work with? You know, the finest string players, the best studio, the most in-demand engineer. And I figured, let me start there and see what we can do. And thanks to Mr. Yokoyama, we were able to work with those people, Moroya Strings, Mitsunori Aizawa, and Sound City.正確性の話になるとですね、実は日本の作家さんもそういうところがあって、だからそれの影響もあるんですよね。だから作家さんがやっぱりすっごい細かかったり、これは書けないよっていうのを書いてきたり、でもこっちもそれで弾けるようになりみたいな、なんかこう作家さんとその演者のやっぱりその日本っていう国でのなんか文化みたいなのがあると思いますね。なのでそこがまあ売りというか、まあ、強みでもあるんですけど、そこにその熱いものをできればすごいことになるんじゃないかなと思ってやってるんですけどね。はい、その日本のミュージシャンですごくいいなと思うのは、非常にアキュレートであり、今正確であり、こうピタッとはまるというか、こうここにはめたいなって思った箱があったとしたら、そこに本当に綺麗にしっかりはまるところだと思っていて、もうサウンドシティこのスタジオはもう日本結構もう多分まあ代表する、一番もしかするとレコーディングされてる今現状のされてるスタジオかなと思うんですけど、意外と変わっててですね、響きがやっぱり石というか、石大理石なのかな、あれ大理石、そう、その特殊ななんか伸びがあって、弦にはすごくいいっていうか、天然リバーブが多いというか、はい、そういう貴重なスタジオだと思います。
サウンドシティは、一番日本では大きな編成が入るスタジオなんですけれども、まあ、非常に響くのでやっぱりその日本のサウンドトラックとかで一番使われるスタジオで、まあ、8型10型とか12型とかやってもやっぱ人数感が非常に増えるので撮っててすごい上がる音がすると言いますか、ちょっとコンパクトなんですけどまあ綺麗にも並ぶので日本の中においては非常にいいスタジオだと思う。オーケストラっていうのは本当日本では多分ここでしか撮れないんじゃないかなと、ちゃんとその海外っぽいサウンドになるのは。 Sound City has been around for over 40 years now and many many classic anime, game soundtracks, films and TV series have been recorded there. And we picked it because it's got a medium-sized sound by Japan standards.But compared to Hollywood studios or Air studios, for example, is very focused and tight. まあ東京で撮れる音ってとってもやっぱり世界的に見てもうそれはストリングスだけに限らないんですけれども、やっぱり独特であると思っていて、でそこの差っていうのが何だろうか。もし自分が音源でこれを使っていたら面白いんじゃないのかなって思うことっていうのをまあ常に考える。で自分の頭の中で比較して整理しながら、まあ、どういうのが面白いんじゃないのかなっていうのを結構考えてきてました。 It's a very warm sound overall and it's something that again I've been listening to for decades and you probably have too if you've been playing any Japanese game soundtracks or watching anime for the last 15 years. ユーザーがどういうのを求めてるかっていうのをまずちょっと自分で考えたんですけど、オケ風がいいのかそのバンド風がいいのかっていう。でもまあ一応その相談した時にまあオケ寄りのってことだったんで、まあ、ちょうどスタジオもフィットしてよかったんですけど、やっぱ一番海外に負けないサウンドにしたいっていうところですかね。でなんかそういう風なことが他の国ではもはや今当たり前に日常になっていると思っているんですけれど、なんか日本のレコーディングだとまだそれが日常とは言えないので、まあそこをどんどんとそこがオープンになっていけばいいなと。でその一つの日本のスタジオの音っていうのを知ってもらう一つのきっかけになればいいなっていうのは思ってます。外国のまあ大まかなサウンドだとやっぱパッションがあるんで、それをなんかこう一緒にこうできたら多分世界の人にもこうおっと思っていただけるような技術的なものにこうグッとくるものがなんだこれはみたいなものができるようには思ってるんですけど、はい。In my own career as a composer, writing mainly for video game soundtracks, everything from indie things with sample scores to bigger budget productions that use both live orchestra and sample scores,I've gotten a sense for the strengths and weaknesses of a lot of what's out there now. Again, almost all of which is either recorded in America, in American studios, or sometimes Europe and European studios, and there hasn't been anything representing the Japanese studio sound.欠けているものは何かって言われたら、東京のスタジオの音が欠けていた。だってないから。だから作りたかったっていうところはあります。